マタマハシ国場側に架か,かる石橋。マタマハシ国場側は沖縄本島南部を清流する国場川水系の本流で二級河川。カリーブのマンコは沖縄最大の干潟であり、1999年、ラムサール条約に基づく湿地保全区域として登録された。与那原町と西原町の境をなす、雲田守一帯を源流とし、 ハエバルダムから発した朝戸又川が、与那原町板らしきの丘陵地を源流とする、宮ヒュー川及び、南城市佐敷テドコンを源流とするテドコン川と、道郡ハエバル町中部で合流して国場川となり、おおむね清流。那覇市に入ってしばらくすると南東から町道川が、富城区市との市境を兼ねつつ合流する。また橋から、沖縄県大山公園にかけては、川幅が広がって、 万コをなす。万コ南部でヌーハ川が合わさる。那覇大橋付近から再び川幅が狭まり、那覇市街南部を潤した後に、東、シナ海に注ぐ。上流の源流付近では、森林と耕作地が広がっているが、中流では、国道329号が並行し、市街地が形成されている。さらに下流は、商業地が密集した那覇市街を通り、 那覇大橋から明治橋まで沖縄都市モノレールが高架上を襲う。戦前は沿岸を沖縄県営鉄道が与那原町へ向けて走っていた。流れが緩やかで短いことと増加した流域人口による生活排水や豚舎排水の影響を受け、1986年には日本で最も汚れている川ワースト4になってしまった。その後、 マンコの環境維持のためにも水質改善が図られてきたが課題は未だ多い。括弧内は流域の自治体。ありがとうございます。